F リーグ、バルドラール・浦安6サンボルク・バレット・北九州、9月23日、バルドラール・浦安アリーナ、映像、8区の勢い。得点ランキングを急上昇させた、元石毛うの圧巻4ゴール、元石毛うの勢いが止まらない。今シーズンバサジ・大分から加入したゴールゲッターが、第1ピリオドから大暴れ。1人で4得点を決め、 ホームアリーナは大歓声に包まれた。第一ピリオドからハットトリック。1999年生まれの本国は、大学フットサルの名門、多摩大学フットサル部を卒業後、2019年にペスカドーラ町田で F リーグデビューを果たし、そのフィジカルの強さと破壊力抜群のシュートでスコアラーとして3年間活躍。大分を経て、今シーズン、浦安に移籍を果たした。 加入当初こそ、浦安の戦術や味方選手との連携プレーに苦戦したものの、8月以降は得点を量産。9月23日に行われた第15節の北九州戦では、開始8分にミドルシュートで先制点を奪うと、15分には長坂匠からの横パスをダイレクトで流し込み、追加点をマーク。このゴールには、ファンサポーターも、ダイレクトでそこに打てるの意味わからん。 と本国ののシュート技術の高さに驚嘆したさらに16分に獲得したフリーキックでは1バウンドでシュートコースを変える技ありのゴールを決め第1ピリオドでハットトリックを達成。最後は第2ピリオドの35分に左サイドのキックインを右足で触ってゴールに送り「元石祭」りを締めくくった。 第22節のレギュラーシーズン終了時点で19得点を重ねている元石は、名古屋のアンドレシートと大分の二屋和弘と並び、現在得点ランキング1位に名を連ねている。残りのファイナルシーズン5試合で、どこまでゴール数を伸ばすことができるか。優勝争いだけでなく、年間の得点王争いも見逃せない。